今回相手との差といいますか、はい、敗因といいますか、自分の中では分析は、いや別にそこまでそんなにはまあ敗因というほどあまり感じなかったんですけど、分かったかなと思ってたんで、もうなんで今すぐでも本当にやりたいですね。はい。試合前の会見で、今回打撃のちょっとフォームを、はい、変えてきたっていうことで、それはこう試合の中では効果は出たと思いますか。まあしっかり結構当たっていると思いますし、まあ見てもらった通りだと思うんですけど、はい。はい。ありがとうございます。が。相手の足が絡みついてきたと思うんですけど、やりづらかったです。まあ思ってたよりはまあ足長いなと思いましたけど。はい。その今回ライジンでは初めて負けて。はい。単純にやっぱりイライラしてます、ね。まあそうですね。なんで明日でも明後日でもいいんで早くやりたいですね。誰でも、はい、誰でも全然いいです。わかりました、ありがとうございます。はい。が、質問ある方大丈夫ですか。はい、木村ロックの体勢に入っているように見えましたが、なぜか見えきれなかったんですか。はい、アームバーのところですかね。はい。あ、めちゃめちゃグニグニ言ってたんですけど、まあ柔道選手特有のタップしない選手ってたくさんいるんですけど、ああこいつそういうやつなんだなと思って、なんでまあ打撃で倒さないといけないなとは思ったんですけどね。はい、まあ、そんな感じですかね。もう一回質問ある方大丈夫でしょうか。では最後に写真を撮影で。